X 染色体、X 染色体、X 染色体とは、有性生殖をする、真核生物に見られる性染色体の一種である。メスが性染色体として、相同染色体の体を持つとき、それを X 染色体と呼ぶ。このとき、オスは、X 染色体と共に、Y 染色体を組みとして持つか、あるいは体にならない X 染色体のみを持つ。 このような性決定様式は、オスがヘテロ型であるため、ユーヘテロ型と呼ぶ。人を含む、哺乳類の大部分は在型性決定方式である。他に症状媒など、昆虫の一部や、植物のヒロハのマンテマスイバなどが在型であることが、知られている。XO 型の性決定様式の代表例は、線形動物シーノーラブディティスエディゴンス及び一部の昆虫。 バッタカメムチなどがある。ユーヘテロ型の性決定では、哺乳類及び、ヒロハのマンテマのように、Y 染色体の存在がオスへの成分化を決定する、例と、症状場へ及び水場のように、X 染色体の数と常染色体のセット数の、比で、性決定する例とがある。この違いは、前者では、Y 染色体の優性化因子、哺乳類では、SRY 遺伝子で、 性決定するのに対して、後者は Y 染色体の有無、本数に関わらず X 染色体の数に依存して、別が定まる、不評。症状映えでは、ニューメレーター因子、ニューマーイーターエレメンツ、係数因子が X 染色体の数を認識していると考えられている。X 染色体と Y 染色体は、1体の常染色体が分化して生じ、 特定の生物グループごとに独立に成立したと考えられている。例えば、哺乳類の中でも、カモノハシなどの炭鉱類は、他の哺乳類よりも、蝶類の生殖体と配列類似性が高く、炭鉱類とそれ以外の哺乳類、十和鉱の性染色体は別の起源を持つ。また、メダカヒロハのマンテマの X 染色体及び Y 染色体も、それぞれの属が成立した後に、 属内の種文化によって成立したと考えられている。X 染色体は、メスにおいてはホモ型となり、相当染色体の間での組み換えを起こすことができるため、突然変異などの影響を、比較的に受けにくく、遺伝情報を維持しやすい。X 染色体の遺伝情報量が維持されて、きたという仮説は、1967年に王の犬医によって提唱されている。 大野の法則。X 染色体と Y 染色体は、進化の過程で、相動性を失うように変化してきたが、相動性が残っている領域もある。常染色体のように、X 染色体と Y 染色体の間で、相動の理解が起きるため、その領域は、技術根染色体領域と呼ばれている。X 染色体は、ヘルマンヘンキングによって1891年に、 発見された。ヘンキングは、この染色体の特殊性について、十分には気づかず、X 染色体と名付けて発表した。その後、1900年代に染色体研究が進展し、X 染色体が性決定に関与する染色体であることが判明した。X 染色体という名称はヘンキングの命名によるものであり、正体不明の意味と伝えられる。X 染色体、 Y 染色体がそれぞれアルファベットの XY のような形をしているからそう呼ばれるようになったというのは続説である。1949年にマレーバーが見つけた哺乳類のメス特異的な細胞内構造物は一般にバー固定と呼ばれた。後にこれが X 染色体がヘテロクロマチン構造を取るように変化したものであることが示され、 哺乳類での遺伝子量保障に関わっていることが判明した。以下に人の X 染色体について解説するが、他の生物では該当しない情報も含まれていることには注意が必要である。人の X 染色体はおよそ1億6300万塩基体であり、7番染色体とほぼ同じ大きさを持つ。含まれる遺伝子の数は資料によって異なるが、 1098個とする報告がある。X 染色体には生命維持に欠かせない遺伝子が含まれており、神経細胞のネットワーク構築、情報伝達、免疫機能関連遺伝子、異常が起きると血友病となる血液凝固に関連する遺伝子が例として挙げられる。それらの多くは X 染色体独自の領域に存在し、反省入れをする。 単腕末端部分と、腸腕末端部分には、それぞれ Y 染色体と、相当な領域である、技術ね染色体領域が存在する。性染色体に存在する、遺伝子の発現により、雌有、男女で差が生じる遺伝のことを、反省遺伝という。一般的には、血有病、色覚異常などの例がよく知られている。一般的に、反省遺伝疾患について、 次のように説明される。これは概論としては正しいが、厳密には正確性を書く説明である。哺乳類のメスの体細胞では、2本の X 染色体の打ち片方法が不活性化されている。人を含む神経物したな動物では、この不活性化がランダムに起き、メスの体細胞は2種類の X 染色体のどちらが働いているかについて、モザイク状態になっている。 従って、疾患遺伝子をヘテロ接合型に持つ女性では、細胞によっては遺伝子疾患が発症していることがある。部分的に発症しているにもかかわらず、保因者女性で反省遺伝子疾患が強く現れないのは、モザイクを作っている正常な細胞による保管によるものであるとされている。X 染色体に免疫系で働く遺伝子が含まれていることで、 女性が男性よりも強い免疫力を持っているという説もある。しかしながら、それらの遺伝子の多くは、X 染色体の不活性化により遺伝子了承、男女、CU の遺伝子発現量の均等化がなされていると考えられることから、この説には確証があるわけではない。性染色体数の異常によって、性染色体が X 染色体1本のみである女性、 ターナー症候群、X 染色体が過剰な男性、クラインフェルター症候群などが生じる。詳しくは、染色体以上、性染色体以上を参照のこと。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。